さてと、あとは時間が来るまで各自自由行動にしません？そうですね。それぞれまだやり残してることはあるでしょうし。せやな。ああ、そうだな。この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで、休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだら合流しよう。いいですか？わかった。じゃあ、明日の夕方。そうですね。あの、はい。の、お、あの、え、あいやて、おい、そうだな。
っと待て。いや、うん。はい。どうも。おう。助かる。ありがとう。何？おう。ありがとう。はい。はい。の竜キリュウカズマ VS 最速のハヤブサ秋山俊ファイト。さあ一回戦が開始されました。一気に決めるか。畳みかける。左に回り込む。右に回り込む。左に回り込む。すぐに持ち直す。少しずつ蹴っていく。うまくさばいて反撃した。うまくさばいて反撃した。もっと大きい竜に固まる攻撃が荒ぶっているようです。うまくさばいて反撃した。うまくさばいて反撃した。細かく当てる。掴みに入った。引き剥がされた。左から攻める。
左から攻める、いい感じですよ。右から攻める、左から攻める、いいと、おっと裏へ回り込み、まっとり沈めた。伝説の竜キリューか。さあ準決勝が開始されました。ほとんど疲労を残さない状態での好スタート、うまい、裏を取った、背後から当てていく、一気に決めるか、畳みかける、裏へ回り込めた、一気に決めるか、畳む、右のは空いて反撃した、右がヒット、右のは空いて反撃した、右から攻める、強力な連打、乱れ打つ、おっとうまい、裏を取った、連撃で、おっとうまい、裏を取った、このラッシュがこの選手の真骨頂、右のは叩いて反撃した、右のは叩いて反撃した、空落としがクリーンヒット、右のは叩いて反撃した、右足がヒット、勝者を決めるために俺はここにいる、ここに立っている、勝利だけが唯一のディスティニー。この最終決戦を制するのは一体どちらなのか、ビクトリーロード決勝、伝説の竜キリュウカズマ VS 武の巨神者ライゼンファイト。ついに決勝戦が開始されました。ほとんど疲労を残さない状態での好スタート、ドラ落としがクリーンヒット、右から攻める、ドラ落としがクリーンヒット、離れて、おっとドラ落としがクリーンヒット、ドラ落としがクリーンヒット、
疲れ様でした。決めるか。なかなかやないか。こんな感じだよ。いまいちやな。起き上がれ。いまいちやな。撮影はすべて終了だよ。お疲れ様。プリンセスタイルだけ買い物を選んで始まりだよ。いよいよですね。うわ、超話題になってるよ今日のコンサート。え、本当？うん、ほら。うわ、本当だ。はるか、聞いてる？あ、はい。でも本当よかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね。マジで頑張ろう。あー、変な緊張してきちゃった。やっば。どうしたの、はるか。大丈夫？あ、はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ。いや、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじさん。それじゃあ、そろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ。どうした？テレビつけて。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表しました。犯人は広域指定暴力団東上会の幹部真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが兄弟が何者かによって占拠されたとの。どうしますか？コンサートまで時間がありませんが。とにかくミレニアムタワーまで急ぐぞ。
体これは。って。どういうことや。どうした。この男の大門、真島組の門や。なんだと。え、どうなったんすか、これは。そういうことだったのか。奴らの目的は桐生さんと冴島さんの命だけじゃない。この町から完全に真島組と東条会を追い出すことにあったんだ。真島組と東条会を追い出すだと。きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ、これは。どうしましょうか。このままじゃ真島さんも遥ちゃんも、いや、この町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が明けません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺を真島の兄弟のとこに行かせてくれ。冴島さん、兄弟が生きとると分かった以上行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか。俺が行きますよ。それがいい。お前が。ねえ、桐生さんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょう。シナだ。俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ず遥ちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは堂島くんが命がけで守ろうとしたこの町、それに東条会を守り抜いてください。お願いします。わかった。西島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃ行くぜ。これだけ集まるもんだ。
こんな遠くまでおったか。やるしかないですね。ああ行くで、品田。頼みたいことがある。何ですかこんな時に。ドームに行ったら多分ババっちゅうやつがおるはずや。ババ？ああ黒沢の手下で俺のことを脱獄するよう導き出したやつや。それで何を。そいつにおたらな伝えてほしい。俺はこの町でずっとお前を待っとるてな。何ですかそれ。俺はあいつと杯交わす約束したんや。杯。あいつはまだ若い。ぶん殴って目覚まさせてやらんと何しでかすかわからん。せやから遥だけやなく馬場のことも救ってやってほしい。ったく義理人情もここまで来るとすがすがしいですね。ああ何か言うたか。いや、とりあえず今目の前の敵を片付けましょう。ああ
はい、開始1分前。はい、はるか、準備はいいわね。さあ、夢のユニットドリームラインの始まりよ。私たちも思いっきり楽しもクロサワ。やっぱりお前が来たか。つくづくお前らは期待を裏切らない。感動するぜ。ナジマは、ナジマはどこにおるんや。そう焦るな。楽しみはこれからなんだからよ。してんねん、お前。これでいい。おい、さあ始めるんだ。試合をせんといかんらしい。なんやと。俺にはな、キリュウちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。な
何わけのわからんこと言うとんねお前。こういうことだ。合図をすればすぐにその女を射殺するよう命令してある。これ以上は説明しなくてもわかるよな。貴様、沢村遥の命を救いたいのなら自分の兄弟を殺せ。真島が勝てばその瞬間射殺、二人とも仲良く天国に送ってやる。だが冴島、もしもお前が勝てばその命、助けてやる。何やと。お前は東条会を破門された腹いせに真島を人質に立てこもり殺害した犯人として一生を塀の中で過ごすことができる。無所暮らしは好きだったんだよな、お前。この下道が。兄弟、やる気なんか。やらんかったら5万人の目の前で夢が散る。俺らが死んだところで悲しむ人間はそうはおらん。答えは一つや。そんな体でほんまに俺とやり合うつもりなんか。5分ともたんで。今のお前と俺は力が違いすぎる。お前も言うとったはずや。昔とはちゃう。俺の相手はもうでけへんて。その通り。せやったらなんで。確かに2年前俺はお前の相手ができんかった。それはな、あん時のお前が弱すぎたからや。何やと。2年前バッティングセンターでお前の戦い見た時によう分かったわ。お前はシャバに出て登場会に戻ったことで牙を研ぐことをやめてしもうた。牙を錆びつかせたら極道はしまいや。せやから俺はお前に引退するよう勧めたんや。引退。そう、お前の波紋状あれ出したんは森永でも青山でもない。あの波紋状は札幌に渡る前に俺自身の手で出したもんやったんや。お前が。ほんまやったら弱なったお前をこの事件に巻き込むつもりはなかった。せやけどお前の18人殺しっちゅう伝説がそれを許さんかった。兄弟、さあ脱げや。ちゃんと目の前で証明してくれ。俺の親友は光る牙取り戻したっちゅうことをな。やるしかないんや。
勘弁せや、兄弟。アホが、ここであの子を見殺しにするような男やったら、どの道わしの方から殺しに行っとったわ。感謝するで、黒沢。ん？こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら、俺は死んでも死にきれんかったとこや。ほな、行くで、兄弟。ああ、俺らの最後の喧嘩の花、しっかり咲かせたるやないかい。兄弟、前より若なっとるやないかい。お前もな、兄弟。どうした？もう終わりか？もっと戦え。お前らがやり合わないんだったら、沢村遥を殺すだけだぞ。これは。
ババさんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。あ、ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんたこの事件の裏方なんだろ。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんださっきから。あの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目に遭えって言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。俺にも叶えたい夢はある。
ちぇな。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは、客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろう。だったら伝えてくれ。踊れなくてすいません。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな。何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん、よかった。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、高坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ、馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん気づいていたみたいなんだ、馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ、兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、ババ。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな、戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。
そうじゃねえよ。金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういやミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000円でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おいおい品田、おい品田、おいおい品田、おい。なんだこいつ、まさか失敗したのか。クソ、こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当に。いいからここで待ってな。タバコやめとくんだったな、こんなんだったら。そういや冴島さんと品田どうなってますかね。
親父、あなたの負けです。こうなった以上潔く負けを。お前らの負けだ、堂島。何を言ってるんだ、この後に及んで。時間切れなんだよ、もう。おやじ。堂島、お前の言った通りだ。もう俺の体は限界だ。それじゃあお前、まさか。そう、あの話は本当だったんだ。俺は本当に末期のガンだったんだよ。親父、そんな体でどうしてこんなことを。どうしてもこの目で見たかったんだ。俺が築き上げた力のすべてを、あいつが引き継ぐ瞬間をな。そう、まだ嫌がったのか。キリュウさん、俺です、ダイゴです。ダイゴ、お前意識を取り戻したのか。詳しい説明は後でします。それより黒沢の本当の目的はキリュウさんたちの命でもカムロ町でもありません。登場会、それに近江連合そのものをある男に受け渡すためのものだったんです。ある男だと、誰なんだそれは。とにかく今は時間がない、お願いします。今すぐ登場会本部に向かってください。行けば全てが分かるはずです。分かった、ここは任せてください。キリュウさん、今すぐ行けなきゃならない場所があるんですよね。だが、どっちにしても俺はあの金井ってバケモンとケリをつける必要があるんです。それに俺はこの町の住人だ。町を壊したあいつらを許してはおけない。ここは俺に譲って。さあ、頼んだ。さあ、これで俺もこの町の伝説になれるかな。行くぞ、カナイ！覚悟せえ！
としぶといね。まだや。あと少しで次の部隊が到着する。もうこの町は終わりなんや。何？黒沢の親父の息のかかった連中は全部こっちで始末した。何やった？踊れらが自分勝手な夢描いてる間に、わしらはわしらでもっと大きな夢に向かって動いとった。山笠組に北方組、東条会に近江連合、皆道島に真島、それに桐生藩と戦うことで互いにつながれた絆なんや。もう踊れらの好きにはさせん。踊れらの敵はこの国の極道全員じゃ。近江連合は今日までただの一度も頭を下げたことはない。それが近江が最強たるゆえんや。せやけど今日だけは頭下げさせてもらう。秋山藩、世話になった。ただの金貸しが極道の上に立った気分は。いや、あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身に染みてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけか。
待ってましたよ。四代目、お前は相沢どうしてお前がここに。それが自分でもよくわかんないんですよ。なんだと。俺はついこの前まで会長警護役とは名ばかりのただのチンピラでした。それが今はこの椅子に座ってる。そこは大吾の場所だ。お前が座っていい場所じゃない。本当にそうでしょうか。俺にその資格がないというんなら堂島会長だって同じようなもんでしょう。どういう意味だ。四代目、あなたは堂島会長が本当に構成員3万人という組織の頂点にいるべき人間だと思ってるんですか。何が言いたい。堂島会長が現在の地位につけたのは大幹部だった堂島組長の意向や四代目だったあなたの口添えによるところが大きい。寺田五代目の裏切りによって登場会がバラバラになりさえしなければ絶対に跡目を継ぐことなんてできなかった。ですが裏を返せば極道の地位なんて所詮そんなものだってことですよ。いくら力や金を持っていてもコネがなければのし上がれない。だから未だに杯なんて古臭いものにこだわってるんです。お前と黒沢は一体どういう関係なんだ。俺は黒沢会長の実の息子なんですよ。あの相沢があんたの息子だったとはな。俺の極道人生は最初からつまずきっぱなしだった。最初に杯交わした親父は四次団体の弱小組織偉くなるためには人が好んでやらねえような仕事ばかりやってきた。この中に仕事でヘマをした責任を取って他人のクソを食ったことがあるやつがいるか。肩で風切って歩いて暴力でのし上がっていけるのは強力な後ろ盾があるやつらだ。だが俺にはそれはなかった。俺は自分がのし上がるため自分の兄貴分を殺し親父を殺し血と汗にまみれながら上を目指していった。だがな、脇目も振らずにのし上がった結果手に入れたものは権力という力だけだった。半年前だったよ。軽い肺炎と思って入院した病院で突然肺がんを宣告されたんだ。俺はその時初めて焦った自分には苦労して手に入れた金も力も
残してやれる人間が誰もいないことに。それで黒沢は血のつながったお前に全てを残そうとした。そういうことか。そうです。でも俺が極道でなかったらあの人はどうするつもりだったんでしょうね。ほんと死ぬ前の人間が考えることは理解できません。だがお前は黒沢の計画に乗った。兄貴分だった森永を裏切って殺したのもお前なのか。途中までは計画通りに行ってたんです。森永さんも今の東条会の在り方に疑問を抱いてた一人です。いろいろと協力してくれました。だが森永さんは福岡で堂島会長がいなくなってからというもの俺に計画から降りるよう迫ってきた。森永さんは俺にこう言いました。お前には桐生一馬を超えることなどできない。今すぐこの計画から手を引けとね。福岡であなたに接触したのは間違いでした。あなたは危険すぎる。あなたのそばにいる人間は皆あなたの魅力に引きつけられていく。愛沢。でもそれが生まれ持ったカリスマだっていうなら、そんなんだったらずっとあんたが東条会のトップやってりゃよかったんだ。違いますか。家柄、それに才能、強いやつが勝つはずの極道の世界でそんな生まれ持ったもんだけで勝負が決まるなんてバカバカしい。だから俺はあんたたちカリスマと呼ばれる人間が派手に暴れ回る裏で一人自分を鍛え続けた。強いやつが勝つ、それだけを信じてね。正直あんなクソみたいな親父が残してくれたもんなんてどうでもいいんです。俺は今初めて自分の力で頂点の人間と戦うことができる。あんたに勝てばこの世界のてっぺんに立つことができるのか、それを試したいんですよ。ハンデなしでお願いします、桐生さん。さあ後半開始ね。次はいよいよドリームラインのデビュー曲のお披露目よ。気合い入れ直していこうね、あずさ。ええ。はるかもいい？次の曲はあなたがメインなんだからね。ん？はるか？聞いてる？ありがとうね、舞さん、あずささん。突然どうしちゃったの？行こう、私たちの夢の舞台に。
私たちは今日新ユニットドリームラインとしての第一歩を踏み出します。ドリームライン、夢の航路。私たちの歌を聴いてくれた皆さんのもとに少しでも夢が運ばれていくことを願っています。聴いてください。ドリーム。さあ決着をつけましょう、キリュウさん。相沢、一つ教えといてやる。何ですか？人間には才のある人間とそうでない人間の2種類がいる。だがな、才のある人間の中に自分の才能だけで強くなったやつは一人もいない。超えるんだ。壁を見つけて越えていく。人ってのは乗り越えることでしか成長できねえんだ。キリュウ、お前の理屈は間違っちゃいない。乗り越えるべき壁が俺だというのなら付き合ってやる。二度と乗り越えようとすら思えない力の差、一度だけ味合わせてやる。それじゃあ俺はあんたを倒し、名実ともに極道の頂点に立ってみせます。ああ、超えてみろ。だが俺も超え続けてきたということをその体に教えてやる。行くぞ、キリュウ！あっ！
やりますね。Oh!
ねえな。這い上がれ、相沢。何年経っても構わない。這い上がってまた俺に向かってこい。そん時まで待っててやるぜ。やってるの？次の曲始まるわよ。はるか、実は皆さんにどうしても話しておかなければならないことがあります。今
私がこのステージの上に立てているのは決して自分一人の力ではありません。私を支えてくれた事務所の社長やマネージャー、ダメな私を見捨てずに指導してくれた先生方、プリンセスリーグで互いに競い合ったライバルたち、そして何よりもこんな私のことを応援してくれるみんなのおかげです。でもそんなみんなに隠していたことがあります。それは私の家族のことです。私はずっと自分の親の顔を知らずに育ちました。親のいない私にとって養護施設で一緒に暮らす子供たちや面倒を見てくれるおじさんは本当の家族以上に大切な存在でした。でもその大好きなみんなから私は離れてしまいました。アイドルとしてデビューするためです。何やってんだあいつは。警備に指示して止めさせろ。はい。アイドルって女の子なら誰もが一度は夢に見ますよね。もちろん私もそうでした。でも私にはそれ以上に決して裕福とは言えない現実がありました。私は自分がアイドルになって成功することで養護施設の経営を助けられると思いました。しかしそれは同時に私をこれまで育ててくれた大事な人との絆を断ち切ることにつながったんです。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。けど今はもうおじさんのことを家族とは呼んじゃいけないんです。それでも私、後悔はしてません。私にこの世界を見せてくれた事務所の社長には、言葉にはできないくらいの感謝をしています。毎日が新鮮な驚きに満ちていて、嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、たくさんありました。これからもそんな生活が続くのかと思うと心がワクワクします。けどファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。今日この舞台に立って私にとって何が一番大事なのかやっと分かりました。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。
夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。